どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日は特別編というかですね、ちょっと皆さんに急遽シェアしたいことがありましてですね、ちょっとこっち来てください。見てください、この山をドーンと向こうまでありますよ。これ一体何かというとですね、皆さんこれね、今度ガズレレで発売する G ラボウクレレの、新しいシリーズでございまして、その名もですね、ガズの初めてウクレレ、こういうタイトルのウクレレをですね、今度販売します。はい、それのですね、もう商品が実は到着しておりまして、今私名古屋に来てるんですけど、名古屋にこう荷物が入荷しましてですね、最終チェックイン今来てるんでございます。これはですね、初めてウクレレですからね、ウクレレ、これでウクレレ皆さん始めませんかということで、ものすごくリーズナブルに価格設定を抑えております。だけどこだわるところはもう、それは G ラボとガズレレですから、もうこだわりまくっているという、もう秘密のウクレレが今ね、こんな風に秘密裏に、製造されていたわけでございます。秘密裏ってこともないかもしれないですけど、これいいでしょう。しかもこの初めてウクレレってネーミングが良くって、初めてのウクレレにぴったりですよっていう意味もあるんだけど、もう一個、ダブルミーニングで、もう一個は、ウクレレ、初めてよ、ウクレレ、こういうプレゼントにも最適なお値段でございます。お値段はですね、12,500円、税抜き価格で、で、送料とかいろいろそういうもの、消費税とか入れると、15,000円を切るぐらいのお値段の感覚で、こう、皆さんリリースをしたいと思いますので、これはですね、ご自身で、連れていくウクレレにもいいし、どなたかにウクレレ始めてよ。だから始めてウクレレ。こういうことでございます。さあ早速ちょっと見ていきましょう。ちょっと今ここに一箱開けたところがあるんですけど、もう相当チェックしてます。ウクレレをね、どんな風に来るか、こんな風にケースもしっかりついてますよ。 G ラボのロゴマークもしっかり入っております。そして開けてみよう。はい、よいくよ。すごい、じゃーん、見てください、これです。はい、後ろもこんな感じ。これはですね、まあ、ガズレレのこだわりであるこの引きやすさ結構重視してるんですけど、やっぱりガズのわがままウクレレほど現行のセッティングはこうシビアにはやってないにしても、やっぱ初心者の方にはもう引きやすい。ちょっと待ってね、チューニングは僕が入荷したばっかりなんで、しっかり音出ますよ。これはですね、ちょっとまたいつものガズのいつも皆さんにお届けしているスタジオからもう一回詳しくこの商品レビューをしようと思うんですけど、今日はね、この今ね、もう何本かこう抜き打ちで引っ張り出してきて、いろいろチェックしている最中なんですけど、これなかなかいいです。はい、わがままウクレレってガズのわがままウクレレいつも使ってるやつとはまたちょっと違う良さがあって、もちろんこれお値段がすごくリーズナブルなんで、あれほどではないにしろ、ほんとしっかり音が出るし、このね、ここはね、押さえるところは比較的初心者様でも押さえやすい。あとここの幅が広いので、この指が太い方でも押さえやすいかなという印象です。でも形はね、ちょっとガズのわがままウクレレとほぼ一緒じゃないかって感じのイメージなんですけど、2つ並べてみるとまた面白いです。そういうのはまた後日公開します。今日はそういうわけで、ちょっとこれね、これですよ、これで一本一本ね、では最終的にチェックして皆様のお手元にお届けということで、近日これアナウンス始まりますからね、ガズの、初めてウクレレです。この子たち覚えておいてください。これはだからクリスマスのプレゼントにもぜひいかがでしょうか。はい、どなたかにプレゼントするにも最適な、感じだと思うし、まあ、ご自身のね、1本目、もちろん1本目にも初めてウクレレ、ウクレレ初めてよということと、まあ、2本目でこれキャンプで持っていけるよとか、どこお出かけするときに、ね、車に詰めるよとか、そんな気軽にどこでも連れていけるような、そんな子になってくれるといいかなと思います。そういうわけで今日は急遽名古屋から、収録しておりますけれども、ガズの初めてウクレレがとうとうやってきたぜというお知らせになっております。皆さんこれはね、本当にね、もうテンション上がっております。ぜひこれまたアナウンスをお待ちください。詳しくはガズレレ .com でね、ニュースが出ると思うんですけど、ひとまず今日は YouTube の方にこれ紹介させてもらいました。それでは皆さん楽しく音楽していこうぜ。さよなら、バイバイ。